プレーナンバー4の39、大阪ガスキックオフ。得点差は5点、試合時間残り20秒。オンサイドキック、しかしこのオンサイドは西宮が抑えました。オンサイド失敗です。しかしイエローフラッグが発生しております。反則の判定を待ちます。キッキングチームのイリーガルフォーメーションです。この反則をキックオフ、ボールをデッドした地点から5ヤード進んだ形で西宮は取ります。